なべみチャンネル。皆さんこんにちは、なべみチャンネルです。新緑に輝く今熊野観音寺を訪れました。今熊野観音寺は泉涌寺の山内にあり、泉涌寺の駐車場から徒歩 2,3 分で着きます。西国三十三所第15番札所、ボケ封じ頭痛封じのご利益があるそうでして、頭の観音様としても知られています。今熊野観音寺は平安時代725年頃、嵯峨天皇の勅願により弘法大師が創建しました。境内には子どもの健康学業成就のご利益があるという駒森大師像があります。この像は弘法大師、つまり空海です。国の宝でもある子どもたちを弘法大師が守っているお姿。本堂の位置は弘法大師が熊野権現と出会われた神聖な場所と伝わります。ご本尊は秘仏ですが、お前立ちのご本尊を拝することができます。大師堂の前に立たれる観音様がボケ封じ観音です。私たちを取り巻く心や体のボケを取り除いてくださるご本尊様の化身です。こちらは大師堂、弘法大師をお祭りしているお堂です。この中には不動明王、愛染明王、また伽藍の建立に力を注いだ藤原の乙巳の像もお祭りされています。紅葉の名所でも有名な今熊野観音寺、秋には境内が赤く染まり、それはそれは見事な景色が見れるとのことです。ここは拝観料を払わずに入れるお寺でして、パンフレットは有料でした。100円でしたかね。やはりね、パンフレットはあるとより一層お寺を知ることができていいですよね。パンフレットがなかったら絶対見過ごしちゃう藤原三代の供養塔がありましたよ。